ラコン変えたんですよ。めっちゃナチュラルだけど色がついてる感じで。めっちゃただね、髪の量が増えました。見にくいでしょ。この3日の出来事をしてつけた。ふわふわ？本当？なんかショールームで見るとこのカラコンめっちゃなんか分かりやすいね。びっくり。めっちゃ分かりやすい。なんかなんか普通に見ると全然カラコンなんですけど、すごい挟むとめっちゃそう、あのグレーなんですよ。グレー、黒がっていうね、カラーがね。うん、これか。目かっぴらく。そう、グレーなんですよ。あの宮脇さくらさんが、あの。なんかあるっけ。寝すぎたかな。あ、私あれ見たよ、パラサイト。やっと見た。何番？ね、これがね08、これが0、この2つちょっと違う。02、あ違う、レッドドロップ。カラコンしてますよ。ね、パラサイト。そうね、アマプラストーリーに上げてたやつ。いやー、パラサイトなんかあんな感じのやつだと思わなかった。ちょっとなんか昔っぽい描写の映画だと勝手に思ってた。あのポスター的に。いいね、頑張ってね。私映画の感想めっちゃ下手なんだよ。悩みなの、映画の感想を言う教養があって素晴らしい。となかなかできなくて。そう、そう、もう一個の映画もね、なんかすごかったよ本当に。なんかね、もう内容についてはあんまりストーリーとかで触れれるような内容じゃなかったの。だから内容のことは とにかく出てる俳優さんの演技がマジでやばかった。
当にね、なんていうの、うまい言葉で表現したい。なんて言うんだろうな。本気で女優してるなって思いました。なんか、なんて言うの、難しいな。本気でね、女優してるんだなってなんて言ったらいいのかな。なんかあそこまで本気になれる人っているのかなって思った。女優してても見切れる人って、すごいかったです。和田さん、私名前検索してね、出てるかとか結構調べて、あのね、方でした。今メール来た、オッケー、ありがとう。なんかね、なんかね、最近あんま映画とか見ないいいなと思いました。映画は感想を書いたりするんだけどね、結構自分のね文才のなさにねへこむからね。こんばんは。ここの点数めっちゃ良かった。まあでも高校はね、理系に行っちゃったので、あんま国語の授業全くほとんどなかった。あの百人一首とか覚えたよ。楽しみだぜ。楽しみだぜ。どうやって緊張する、緊張するんだけど。緊張してる私も。あでもってあの明けもいた言ってね。ステージカークいつも言うねそれ。緊張してもらえなさそう。いや私も緊張してもらえないアイドルだからお揃いだね。そんな長く話したことなんか、そうやっけ、え、そんなこと。パキパキパキ、しないで元気。こんばんは。話し会の時は僕は緊張していつもなんか嘘つき。話し会か羨ましい。来ないの？ないの？どんな服を着ますか？
ですね、ワンピースだと思いますね。ワンピースです。僕の友達全部買ってダメだから来たら全部買って、まあ、それを長いこと喋ってんの、喋んないの？多いな。サインとワンショットが当たってよ。しよう。センスが。遠い昔のことだぜ。会社から速攻帰ってお話し会の準備します。何来てくれるの？6分くらい普通にしような。6分くらい普通にしたい。わかる。お話し会に着ていく服がない。じゃあ、れはなんか、さ、私、こう、で、そしたらね、土下座したら、寿司に、土下座したら、なんか寿司の形、なんか背中にネタが載ってて、胴体がシャリン、白タイツで、土下座したら寿司になるの。で、私と親友はなんかよくめっちゃね、前並んで動いてる。 私でもやってみたい。ハロウィンはお寿司になろう。ずっとやりたくてね、悩んでるんだよね、本当に。あれずっとやりたいの、あれ。お寿司のコスプレしたいの。バナナースの服どっか行っちゃったん。寿司ガール、寿司ボーイズじゃん。昔から私服だから変なコスプレ。しかも誰も見てないんだよ。今日に限ってもっと可愛いね。やった。愛が寿司になる。コスプレできるし。私が寿司になるの。じゃあひたすら土下座しとくよ。みんな寿司、ずっと寿司しか見れない状態にしてやるよ、そんな。そう、周りに人いないから、何でもできる、みんなに。で、なんか、ガリのコスプレ。シナモンとか、マイメロとか。カビゴン、カビゴン可愛いよね。こんばんは。頑張ってください。ありがとう。ポップコーン？メールで送ってください。知ってないよ、まだ。まだ iPhone8 だよ。アンパンマン見よう。あのキティおじさん、まだ。何キティ、何？あっつとか言っちゃダメ。どっちも捨てがたいな。迷うな。待って、私今ネイルボロボロなんだよね。やばい。爪ボロボロなんだよね。やばい。もうね、折れてんの。これは爪やりに行かなきゃいけないかな。どうしようかな。恥ずかしいよな、これでメンバーとかに会うの。ちょっと切っとこうかな。なかったのに言っちゃった。事件だ、これは。言っちゃった、どうしよう。こういうとこ。頑張ってありがとう。普段言いたくない。普段なんて言ったらいい。普段日常あんまりなんて言ったらいいかな。もう前も言ってたかもしれないけど、もう今は嫌なの。もうね、言葉遣いをね、 JK とはかけ離したいよね。まあ大人なんで。カレー事情？トマト入れる、トマトでっかい。ナチュラルに出るのがダメ。あ、そう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 いうことですな。もうすぐ22歳になるわけなんですけど、見えますか22歳に。私結構年相応に育ってるなって思うんですよ。遠いね、に私はね、年額もた
もうなんか最近ストカンで年賀されなくなったって何？あのね、そうそうそう、500をめっちゃガーって、そしたらね、ちょっと顔はポカポカなって赤くなったんだよね。ちょっとコーチの女らしく、で最初ほんと弱かったからね、ほろ酔いでもなんか顔赤かった。そう、両親はね全く飲めません、もうね一滴もほとんど飲めません、二人とも。会社の飲み会が辛そうでした、パパッセンは。強いんかな、ちょっとどんどん弱いと思うよ、本当に強い人に比べたら全然弱いと思う。いや、ももちゃんと一緒にお酒を飲める日が来たらなんか感慨深いな、それは泣いちゃうな。想像できなすぎるんだけど。もちゃんの政治宿、いや私弱い、絶対弱い。チータラ、メンバー誰がお酒と、なんか知らない知らない、わかんない。雪丸が飲めるようになったらさ、なってからさ、ほとんど会ってないもん。本当に何事？本当に許せんよ。でもゆきちゃんはね、めっちゃ面白かったから。ね、楽しいけどね。でも私とゆきちゃんはそんなにお、なんかお電話とかするタイプじゃない気がするな、あんまり。お電話ね、なんかゆきちゃんと飲んだ話はね、私成人式、あの AKB 成人式しか出てないよ。地元のやつ行ってない。ゆきちゃんと飲んだ話はもう墓まで持ち帰りますね。言ったら友情が破裂してしまう。めっちゃ忘れてるんだよ、いろんなこと。なんでだろう、酒の席。そうだけど、私は全然おもろい、おもろいから全然で、おもろかっただけ、何にも気にならん。いやー、ゆきちゃんと飲みたいなー。毎回おもし、2回くらい面白かったんですよ。1回はあれもね、誰にも言ってないな。みんななんかエピソードある？お酒を飲んだお話みたいな。
お酒飲んでやらかした話みたいな。その時のメンバー絶対だって暗いやつからだと思って、そんなありがとう、そうだったの、なんかともない、全くない。なんか人格も変わらないのでちょっとつまんないです。そんなにみんな、なんでみんなそんなエピソード持ってんの？タクシーの運転手に身ぐるみ合わされて途中で嘘、やばっ。こんばんは。お店で爆睡して気がついたらさ、友達の車で入った。工場現場のカラーコーン持ち帰ってた。夜中にご近所さんの家のレベルめっちゃして最低。なんでみんな。どうしてんじゃん。サドル全部抜いて、やば。それ犯罪？日々が辛い。私だって日々辛いよ。辛いよ。けどお酒には頼らない。ひたすら病んでるから。先輩の面倒見きれなくたってビジフにぶつかる。いい判断。寮の4階の窓からには最低。飲みすぎで交番。マーリさんのお世話、失敗を見送ってきた。どうしたどうした、すごいなみんな、なんでそんな武勇伝あるの。みんな病院女性入社、車掌をなくした。そんなんでお金とか使いたくない。もう飲みやんと思っちゃうんですよ私。居酒屋さんとかって安くはないじゃないですか。かいちゃん、なんかの居酒屋行くんだったら食べ、焼肉代、しゃぶしゃぶ食べ放題とか、飲むなら。担任の先生が焼肉連れてってくれるんですよ。おいしいもん食べてから2、3軒目。いやそんなお腹入んないって。嬉しい。お肉何が好き。田舎もさ見たことないからさ見てみたいな。早く普通に外で寝たりするのは家で寝たい。なんかさ人生って辛いじゃん。なんかそれをさお酒以外のことで解決する方法を私は探していきたい。布団でよく寝てる野生の生き物をよく見ます。終電終わりの新宿渋谷などに行って、嫌だよ。酔っ払うとコンビニ前で寝たら家ついて行っていいですかって声かけられる。どういうこと？あのテレビ番組？君は何しに日本へ？って分かんない。今のところのストレス発散法はなくて、失礼したの？すごいすごい。なんかね、私はね、病んだ時にスト…今何しにコンビニ行ける。
ひたすらね、病むっていう。でもなんかね、お酒を飲んでもね、解決しないんですよ、私は。みんなはさ、まあ、私より年下の方もいるけどさ、まあ、年上の方もいるわけじゃんか。なんかさ、なんか、まあ、人生ってうまくいかないじゃんか。そこでさ、なんかもうなんかどうしたらいいの、なんつったらいいのかな、なんか絶望的な未来が見えた時に、もうどう考えても絶望の未来しかなかった時にどうしてますか。みんなは絶望的な未来を送ってないだろうけど絶望的な未来を送る人生は送ってないと思うけど、どう解決したら、どうしますか。妥協ね。楽しいことしか考えない。ああ、なるほど。やっぱ自分より不幸そうな人の方よなるほど。ひたすら日々やること、なるほど。とりあえず生きる、なるほど。今日も一日頑張ったけど、なるほどね。見ないふり、なるほど。とりあえずなく、なるほど。なるようになる。人生諦めてる、わかる。思ってます。なんかそうだよね。そう。そうなんだよ。それは幸せなんだけど、その人間ね、やっぱ上を見てしまう。自分より、なんか、運持ってるなって人とかがすごい羨ましくなるんですけど、それをしないってことが一番ですよね。それをしないのが一番ですよね。いや、本当に自分のね、考え方次第なんですよね、本当に全てがね。そう、本当心の問題ですよね。めっちゃわかりますよ。劣等感を逆手に取る。なるほど。人は人を気にしないこと。そうだね。こんばんは。なんかとにかく手放そうと思います、この子。やっぱスマホ捨てたらもーちゃんとね、取れますよ、ガラケーで。みんなにじゃあ E メールアドレス教えてあげるね、その時は。え、ハトって本当に届けてくれるの？届けたい人のとこまで。え、すごくない？曲止めね。いいね、曲止めいいね。私その郵便とそのみんなの最寄りのどこにみんなが送るのよ。どこの郵便局？ハト行けるの？おしゃれ。最寄りの郵便局、最寄りバレるし。劇場に手紙ですよ、郵便局。あ、それはあれですよ、あの芸能を辞めたらっていうね。芸能を辞めたらの話です。今はダメです。今は劇場に送ってください。取りに行かない、辞めないと。
でもさ、そう、まあ後々アイドルじゃなくなるじゃないですか、それはみんな。うん、チームラボの候補をやりたい。でさ、まあ私が目指してるさ、女優さんの道に行くとするじゃん。そしたらきっとバイトばっかりでさ、オーディション受けてさ、落ちてさ、何もできないみたいなのがね、ずっと想像してるの。そういう、もう怖いの、それが。どう考えても私がテレビにいっぱい出てるような女優になれると思う。なんか私はずっとアイドルにはなれるかもしれないってずっと思ってたの、心のどこかで。学生時代も私はなれるかもしれないって思ってて、だけど今は全く想像がつかなくて、思えないの、心の片隅にも。ダメなのかなーって、怖いわ。まあね、やる前からこんなこと言ってたらね、もちろん無理なんですけどね。私のあの謎の自信はどこに行っちゃったのかしら。めっちゃ謎の自信あったのに、今まで。芸能やっててバイト、うん、まあ、そういう生活になると思うよ。うん、若い時すごい謎の自信あった。どんなに落ちても芸能やっててバイトしてる人なんていける？あ、そうそうそうよ。だからその生活に踏み込んでいくんだけど、謎の死はなんでなくなったの？実際慣れてみて自覚したからかな、自分を。そう、本当にね、人生というのはね、自分を一番求めてくれるところとかを探す旅だと思うので、まあね、なんて言うんだろう、その時々で自分で判断して何選ぶかで全然変わるしね。本当に本当にすごいよ、本当にすごい、人生というものは。最近乾燥でめっちゃアトピーが元気なんですよね。かゆ、寝てる間めっちゃかいてそう。波が激しそうなんですよね。この波が激しくても許されるアイドルグループとかってないですかね。なんかないですかね、そういうグループ。私も人間なので、人間一人ね、ここら辺にいてくれたらね、元気でいられるんですけど、あの一人じゃないですか、ここの空間で。私一人だとね、どうしてもね、普段明るくしてる分ね、暗くなっちゃうんですよ。あるの？私ドックさんめっちゃハマってるよ、ずっと歌聴いてる最近。もうね、くっそいい TR が好きなの。
い、ありがとう。黒いのが本質、そうですよ。そうです。ヒロシン？ヒロシン？聞いたことあるぞ。めっちゃね、今パフォーマンス、歌って踊りたい欲があるよ。一人でいるとき明るい人いるかな。あ、いないか。いないか。わかんない、みんなが一人でいるときを知らないから。どんどんナイーブになってる気がするから早く結婚したい。お、結婚式呼んで。確かに一人でいるとき明るいやつやったらやばいな。いいと思うけど、私はすごく素敵だと思う。いやね、聞いて、私もね、もうちょっと昔はね、サンボマスター聞いたら元気になれてたんですよ。もうね、サンボマスターも聞かなくなってきた。どうしよう。ウルフルズさんとかね、サンボマスターさんとウルフルズさんのこのコラボのこう聞いてたんですけど、まあ結構前は。ラップが一番いいね、今は。ずっと聞いてる。桃色スパークリングってキュートさんの、私唯一歌えるかも、キュートさんの曲でちゃんと。桃色スパークリング、あれ違う、間違ってるかも。え、人の構成。別に君を求めてないけ。チャットモンチー聞くと沈んでる私も可愛いよって思うとき、あ、分かるかも。ちょっと爪がやばい。まあ元気にやっていきましょう、みんなでね。でも自分の価値は自分で決めなきゃね。確かに司となぎさ、あれだね、成人だね。てかね、もうね、私ね、司のおかげでね、そこら辺の年の友達しかいないの、東京には。そう、司がの友達と友達になったりしてるから、もうね、東京にいる友達が全部の人なのよ。あ、翼ちゃん、あ、翼ちゃん。そう、だから
みんなおめでとうっていう。そういう話なわけですよ。これ横井さんの振り袖可愛くて失神しそうだった。いいなあ、私もあんな可愛い振り袖着たかったな。前撮りとかしたかったな。私のお母さんなんて言ったと思う？前撮りしたかったなっつったらさ、あの AKB のさピンクのやつ着させてもらったじゃん、あれをデータ化しろって、あれ印刷したらいいじゃんって、そういうことですか。まあ仕方ないですよね。こんばんは。なんかマネージャーさんがデータくれたけど印刷しなかった、そんなのいらないと思って。結構似合ってて、あれ私着たかったやつなんだよ本当に。個人的に成人式のやつ着ようと思ってて、それでこんな感じの派手な服、ちょっと派手な振り袖ね、あのお願いしてたらちょうどあれがあったらしくて、めっちゃ嬉しかった。だからね、バイトして前撮り自分でやろうかな。何年後になるか分かんないけど、24とかで。めっちゃお腹すいた今日さ。それが嫌だった風な展開が、え、どういうこと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 、え、どういうことどういうことどういうことだ。食べてない、行くの寒くて嫌なの。遠いから。プリントしていいじゃん。え、でも前撮りってさ、ちょっ、え、前撮り、そっか、それのプリントでいいのか。え、でも前撮りってさ、成人式と違うやつ着てさ、ドレスとかも着たりしてさ、風景があるところでさ撮ったりするんでしょ。私知らな、あんま知らなくて、でもなんか自分が成人式迎えた時とか今年とかめっちゃ前撮り、あ、と思いました。いらないから。あれタペストリー、タペスグッズのそれでよくない？あれでオッケー、成人式。
な。数年ぶりに会った同級生と成人式企画でお付き合いしました。書いちゃったの？成人式あたりの頃が人生で一番太ってた。気になる。引っ越してばかりだったから同級生なんか。ああそうなのね。青春してんなみんな。幼馴染に彼女ができたと知って悲しくなった。おお、20キロ。男子と若い人いいね。車でドライブ。同窓会で担任。お腹すいた。ある。私が二次会行って僕は帰りました。ついていっちゃえ。フリースできないから女子の気持ちがわかるかな。まあ確かに。小学校のクラスの女子が驚くほど可愛くなってた。キュンってくらいそんなに可愛かったか。俺お前にあの時お前のこと好きだったんだよやつね。返事聞いてないから思い出がない。仲間みんなちゃんと言った。あ、俺あの時お前のこと好きだったんだよって。お前のこと好きだったんだよな。言ってそう。一人くらいは誰か。みちゃんの生徒も成人式でそういう感じ。うん、言ってないからわかんないです。あー、言っとけばさ、あ、アイリン、お前可愛くなったらって言われたかもしれないのに。こんばんは。この時好きだった人から突然したフォローされた時が来た。めっちゃめちゃ10人は来てた。脳殺しちゃうところだったから行かなくてよかったわ。脳殺しちゃってみんながね、みんなが可哀想だから行かなくてよかったわ。危ない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 。成人式どころじゃなくなってたと思うから私が言ったら、私が言ったら成人式どころじゃなくて、もうあの大騒ぎ、可愛すぎて式どころじゃないっていう騒動が起きて、そういうところじゃみんながなくなってしまって、あのね、そう大混乱。そうそう、救急車もいっぱい来てたと思うから全然行かなくてよかったわ。みんなのことを思って行かなかったんだよね。もう私が行けば大騒動になるのは想像できてたから、ね、
死人が出たかもしれないから。そう、やっぱね、やっぱみんなのことを思っていくのやめた。やっぱまあ他の女子もかわいそうだと思うし、私が来たらやっぱせっかくおしゃれしたのにってすごい悲しくなると思うから、やっぱ周りの女の子もね頑張ってねおしゃれしてきてるわけだから、私がねあのボサボサですっぴんで行ったとしてもよ、行ったとしてもよ、買っちゃうから行かなくてよかったということでね。優しい優しいまあそういうことですよね、私が成人式行かなかった理由はね。優しいわ、ホットコーチなんでね、もうね紙面が私でね、全ページ私でね、これぐらいにねあのコーチ誌の全体写真が載るくらいになったと思うんで、ホットコーチもやっぱねたくさんの新生児を載せる場所なので、ちょっと私が言っちゃうとねホットコーチ私の雑誌になっちゃうんで、あちょっとそれはやっぱかわいそう、みんなかわいそうだなって、私と同い年に生まれてきただけなのにね。それなのにそうなっちゃうのはやっぱかわいそうだなと思って。コーチのなんか情報雑誌みたいな無料のペーパーのやつです。私が言ってたらなんで1998年と1999年早生まれしちゃったんだろうって、みんなそこから悔やみ始めると思うので、そんな思いはさせたくないというか、無料やないや、知らなかったいい判断。当時の成人式でも派手な格好してる人いる。わかんない、行ってないからわかんないんだけど、ホットコーチをチラチラ見る感じだと、袴の人います、男の人で、なんかすっごい派手な髪になんかいかついサングラスみたいなのかけて、センス持ってる人たちがよく向かい特集組まれてます。あとニュースとかでもそういう人めっちゃ映る。くまちゃんだ、ありがとう、かわいい。ホットコーチっていうな、髪の毛派手な子、確かに確かに、そう、なんかそういう男の人たちめっちゃ見る。なんか袴みたいなのに派手髪、センス、サングラスのセット、コーチヤリラフィーセット、まあ、全国そうか、高知県ヤリラフィーセットです。そうね、私に対抗しなきゃいけないから、まあ、そんなことで私に対抗できると思ってるところがやっぱね、まるまるなんすよ。白馬の人はね、全国どこでもいそうだよね。
んか私小学校で唯一なんか6年間クラスが一緒だった男の子がいて、一人だけなんです。6年間全くクラスがあっても一緒、ずっと一緒だった男の子が一人だけいるんですよ。で、まあ、中学校は別々なんですけど、なんか野球少年で、なんかすっごいなんかおちゃらけタイプみたいな感じで、なんかお笑いっぽくてちょっとで、なんか野球を頑張ってたんですよ。だけどなんか結婚する、全然そんなんじゃ、マジでそんなんじゃなくて、ちょっとお猿さんみたいな、ちょっとお猿さんとゴリラさんのハーフみたいな方で、で野球をすごい頑張ってて、中学校から別の学校なので、なんか全然知らない、その間も何も知らなかったんですよ。まあでもまあ6年間一緒なので普通に話したりする感じの中で、で、まあ、中学も高校も違うので、まあ、普通に野球少年で育ってるんだろうなと思ってたんですよ。そしたらなんか高校をねいきなり辞めて、なんかちょっとなんていう、やりラフィーになって、でなんか見かけたんですよ、成人式の。となんかテレビに映ってたのかな、ホットコーチかな、もうなんかね、なんかすごい怖かった。袴と、もうね、なんて言ったらいい、あの時の純粋そうな野球少年の面影がないの。そう、家族ぐるみで、お母さん同士が仲良かったので、そう、いやびっくりしたね。なんか時は経つのはびっくりした。そう、びっくりしたな。なんか私小学校のさ時さ、なんかヤンキーになりそうランキング1位だった。なんかひどくない？こんなに真面目なのに。なんかなんちゃらランキングみたいな、ヤンキーっていうかなんかギャルみたいな、ギャルになりそうみたいな。じゃあ多分ね、ダンスとかやってたんだと思うんだよね。ダンスだけとかやってるの私だけで、わかる？本当？ギャル？私ギャル？モテん説マジでおもろいよね。大好きなんだけど、もう私自分のモテん説結構ね気に入ってるから最近は。もう中学校のさ本当に芋な私を見せたいわ。マジで地味だから、どっかにあると思うけどな、写真探せば。てか普通にプリクラ見せたしね、この間中学校の時の。人生次第ではそうなってただろうなと思う。マジ。私真面目よ、意外と。いっぱいなりそうランキングじゃん。わかる、わかる。なりそうなりそう、めっちゃ。TV 入ってなかった。何言ってんだい。電気科頑張ってたんだぞ。インターンシップもちゃんと行ってたんだぞ。真面目だからマジで本当に。留年することなく。
レポート書いてやってたんだから、バイトして週5でバイトして勉強して、ただの真面目だよ。綺麗になった。いや真面目よ私本当、多分ヤンキーでこういう喋り方しそうなんだよ。本当？何見とんじゃこれ。できた。次は何しようかな。落ち着きがない。カメラかわいい。真面目じゃないよ。私高知県閉めてるから。高知県の番長だから。あ、でもなんかね。高校の時、そのあやは本当に可愛くて、最近も遊んでる親友なんだけど、本当に可愛かったの。で、有名だったの、可愛くて、高知県で。すっごい可愛いっていうことで有名だったのね。中学校の時から仲いいから、高校の時も遊んでたのね、よく二人で。けどなんかそのあやは、イオンとか帯屋町とか行くたびに、すっごいいろんな人に声かけられて、えみたいな、みたいな、かわいいみたいな、ほんと街通りすがるだけでかわいいって知られてて、あやは知らなくても向こうはあやのこと知ってて、通りすがりにめっちゃかわいいって言われるレベル。ほんとどこ行っても絶対2回3回ぐらいあるの、どこに遊びに行ってもね。でその話してる間、私は待ってるタイプ、待ってたのね、その話が終わるのね。なんか何この友達、何誰みたいな顔でいつも見られてた。誰このブスな女みたいな。そうなんか、そうなんかね、そう高知の有名な人がいたの、かわいいで有名な人たちみたいなのが何人かいて、でそこはみんな仲いいんですよ、そのかわいいで有名な人たちは。高知県狭いからこそさ、 JK みんな友達みたいなとこあるから、可愛くて有名な人たちはみんな友達みたいな感じだったの。すごくない？それってあの感じって高知だけなのかな。あの感じめっちゃな、知ってほしいな、あの雰囲気独特なんだよね。なんか大体の本当友達の友達、私あだ名とかないから人気じゃない、友達のなんか新しい人と会うじゃん、なんか女の。すごくない？だから基本なんか初めの会話は、え誰だ、息苦しいよ、なんか変な噂とかなんか人いるしね。え、そうよ、ゆめちゃんもそうよ、ほんとだって、そうほんとにそうなの、友達100人いない、ない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 。だって私 LINE の友達なんか仕事関係のけたら20人いるかいないか、仕事関係メンバーとかのけたら20人もいないかもしれない。
シホアランか。少なすぎて返さ。え、おらん、本当おらん、本当おらん。数えてみるわ、今日ちょっとこの配信終わったら。数えてみるね。友達になっていいか、余計なお世話。そう、私はでもね、長く続く友達は多いですね。少ないけど、母数は。みんな友達だ、確かに友達だよね、なんか。普通に、なんか、普通に友達だよね。なんかみんなにな方がぐちぐちなんか愚痴言えるかも。めっちゃ話聞いてほしいもん。マジで話聞いてほしい。なんかみんな、なんて言うんだろう、本当にみんなのこと、私はなんて言うんだろう、人ができてるなって思う人が多いから、なんか本当に心からいい人たちいるなって思ってるし、そこには自信ある。なんか普通になんかめっちゃ言いたいことはたくさんある。なんかみんななら客観的に意見言ってくれそうすぎて、お悩み。そう、いやでもね、言えないこともあるじゃん、やっぱ。やっぱあるじゃん、そういうことも。人間できてなくてさ、なんでできてないんだろう。年下でもいける。ぜひぜひ。僕は人間じゃ、僕は人間じゃないんですみたいな歌なかったっけ。クリームソーダとシャンデリア。人間っていつ出来上がる？出来上がらないでしょ。出来上がったかどうかも自分で決めるんじゃない？ここが自分のゴールだなって、ゴール来てないなって思いながら人生終わることもあるだろうし、人間っていいな、おいしいご飯にポカポカお風呂、あったかい布団で眠るんだろうな、僕も帰ろう家へ帰ろう、でんでんでん繰り返してバイバイバイ。
私も 0.0000005% って感じかな。お腹すいた。なんで私が今日お腹すいてるかって、あのね、ピザ屋さんはね本日休業日だったの。今日成人式でしょ。なんで年末年始も休まず営業しますって書いてるのに、なんでピザ頼んでやろうと思ってたのに。ドミノピザでしょ、無料なの。ツイッターで見たぞ。すごいよね、太っ腹やな。多くの人が成人式だった。なるほどね。無料だったらしいよ、ドミノピザ。ドミノピザ、ドミノピザだと思う。たまたま見ただけだよ、ツイッター。コーチって成人式やってたのかな。うん、今日はピザ食べる気満々だったんだけどな。頼めなかったぜ、悔しいぜ。やったらしい。あ、ほんまにそうながよ。まあ、こんなに成人式行きたかったって愚痴ってるけどさ、私成人式行っても本当にね、あの小学校からの友達が2人、中学校の友達2,3人。あ、なんかがっつり仲いいのがさ、あやで、うん、別の中学校だから。その転校前の中学校は友達ゼロ、転校後の中学校も、まあ、がっつり仲いいっていうより、まあ、本当に半年ちょいぐらいしかいなかったから、なんかちょっとは話せるけど、まあ、仲良く話せるけど、めっちゃ昔から、まあ、その人たちってジモティだから、ずっとずっと一緒にいる人たちだから、そこに入ってきた新参者だから、その輪に比べると全然なのよ、私は。分か、伝わるかな。だから、で高校も全然なので、本当に親友としか喋ってなかったから、高校の友達も一人となると、成人式行ったところでだったのよ。しかも どこに行くかっていうね、転校後のところの成人式に行くのか。転校前は絶対行けない、無理だから。転校後行くだとしても、そのずっとジモティでやってきた人たちの輪に入れないわけで、そのしかもそのクラス以外のそのジモティの人たちは全く知らないわけよ。本当に全く知らないわけ、全く。そこに大勢集まってる人の人が何も知らないから、行ったところでってなってたのよ、絶対に。いや、ま、わか、理解してくれる？嬉しい、共感者がいる。なんか愚痴って、成人式行けなかったってよく愚痴るけど、行ったところでだったんだよね、本当に。そう、クリームソーダちゃんとは小学校からの友達です。小学校からの友達は2人、中学1、高校1。
ちゃわかる？空気でした。絶対私もそうなる。みたいな。疎外感感じた？やっぱそうだよね。なんかね、そうなると思っていかなかったかな。なるほどね。なんか TikTok 見てたらそういう人いたよ。なんか絶対、なんかこう中学の時いじめられてたから、なんか成人式行くか迷ってたけど、なんか友達が私がずっと一緒にいてあげるから来てよって言ってくれたから行ったら、なんか全然一緒にいてくれなくて一人になっちゃったっていう TikTok 見た。私成人式だったけどなくてよかった。みんながみんなそういうわけじゃないと思うよ。多分絶対楽しいと思える人もたくさんいると思う。当時仲良くなかったけど成人式行ったら仲良くなるみたいな。ああ、そういう可能性もあるのか。そういう TikTok 見た今日ちょうど。キューボ、友達の作り方。成人式行けんかった。そうなんや。大学までずっと地元変わらず。すごっ。でもね、自分の友達関係にはすごく満足してる。なんか今そのちょっとずつ培ってきた友達が最高ピーマンすぎて、なんだろう、これはこれでね、ありだなみたいな。ずっと付き合っていける自信があるから。いや、あるよ、みんな友達だよ。でもあれなの、男女の友情は成立するの？私も成立すると思ってる、マジで。けど成立しないっていう人めっちゃいるんだよ。ね、あるよね、あるよね、あるよね。私もあると思う、本当に。けど成立しないってっていう人めっちゃいない？テンテンテキーラクラトゥ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 。ねえ、成立すると思うんだけどな。テンテンテキーラクラトゥ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 。3年くらい毎日 LINE してもらえるから成立する。それは本当に LINE するの？現にここで成立した。じゃあみんな愛理ちゃんのこと絶対女として見ないって約束できるんだね。みんながお友達だったらあれでしょ、言う男女の友情は成立するんでしょ。じゃ絶対に私のこと女として見んなよ。一瞬でも見たらそれはもう友情じゃなくなるんだぞ。絶対に私を女として見るなよ。絶対だぞ、絶対だぞ。見れない見れないって何を。さっきまで友情は成立するって言ってたじゃないか。みんな友達になってくれないの？女装として見てほしそうな感じよ。
本当に友情が成立するなら友達いた友達になってほしい。感情を押し殺すならそれは友情ではなくない？押し殺してるだけじゃん。メリちゃんは可愛い友達。ほうほう。なるほど。友情ってことは私がおいでってやっても絶対私においでって来ないってことでしょ。そういうことだよね。じゃあみんな友達としてよろしくね。私がえじゃあもう私たち友達やめようかって言っても何言ってんだよお前キモいんだよいいんでって言ってちょっと突き飛ばすレベルだよ。知らんが完全に妄想の世界だが。なんか下ネタ言うな。時と場合とかでごまかさないで。友達はずっと友達でしょ。言ったからねみんな。よろしく。友達から発展する声は友達は友達全然じゃ成立してないじゃん。友情愛情になってるじゃん。彼女にしたいより友達にしたい。彼女ってタイプじゃないもんね。なんかわかる。それは同級生感。何何それ。彼女にしたいと思ったことはないので多分大丈夫。うんうん。私だっててめえを彼氏にしたいと思ったことは1ミリもねえよ。寝落ちしていいよ。おやすみ。じゃあ私を彼女にしたくなくて友達にしたい理由って何？どこが嫌で彼女にしたくない？どこが嫌で私を彼女にしたくないって言ってるの？お掃除できなさそうだから？重そう。やだなんで？状況なんて絶対面倒よな。少ししとこうもないから。
私はなんかひどいと思って。そんなめんどくさそう。私寝起きめっちゃいいよ。私めっちゃ寝起きいい。めんどくさくないよ。どういう風にめんどくさい。GPS で毎日マークしないわ。そんなめんどくさそうな女に見えるんだ私って。へこむわ。そんなめんどくさそうに見える。携帯に自分の指紋とか顔認証登録しそう。え、それってダメなの？ずっと寝てるね。夜中起きてそう。え、それってめんどくさいの？なんかさ、TikTok とかで見るなんか男子の彼氏の携帯電話絶対に見てはいけませんみたいなさ、あの TikTok の恋愛を教える人みたいなさ人が語ってるじゃん。私いつもそういうの見て思うことは、なんで携帯見られたら困るのって思うの。なんで携帯見られたら困るの。携帯見てさ、やましいことがアウトじゃん。じゃあなんで携帯見ちゃいけないの。やばい？やばい？え、わかる？え、そうだよね。なんか見ちゃいけませんみたいな、よく見るじゃん。なんか言うじゃん、めっちゃ雑誌とかでも。なんかしかも私の友達とかも携帯が見ちゃダメだからとか言うの。相談とかされるとき、なんか女の子に相談とかされるとき、携帯はなんかやっぱ見るのいけないと思うからとか言うとき、え、見ちゃいなよ、気になるな、見ちゃいなよって思う。え、気になるな、気になるな、見たらみたいな。アイリちゃんはむせれますか？うん、女友達とか全員に見せれるかな。プラメ見られて何これって言われたことなるほど。ホームが私なの。全然見せれるかもしれない。じゃあ私が携帯見せてって言ったらみんな見せてくれる？いいんかい、いいんかい。3分待ってもらう。証拠隠滅すな。
こんばんは。副賞めっちゃあるプラス5億間違いがない。むしろ見てほしい。いいっていう人に限って2台持ち。僕は無理。プラメとかまで見られちゃう。プラメって見ちゃいけないの。え、このアイドル誰ってこのアイドル誰、あ、楽しいって言ったよね、嘘嘘みたいな。え、しばらく他の子行ってないって言ってたよね。これ誰、これどこのアイドル、何は。こんな感じでしょうか。よく見る日常、間違いがない。今日ってそっか祝日か。男性陣がありちゃんやめて。いや待って待って、めっちゃ可愛くないこれ。だってなんかのさキャラみたいじゃない、アメリカのさ。アメリカのさキャラみたいじゃない。アメリカのキャラみたい。サルの奥すごい。これも気に入ってるんだよね。これでも無理、顔の全体が見えないから。私が目頭切開したらこんな感じかな。こんな感じか。どうなるんだろう。可愛くなるかな。こんな感じでしょ。え、怖くない？私がもし目頭切開をしたら。こんな感じじゃない？一気に整形感出るね。外国の方みたい。一気に別人になるね。
やば、こんな変わるんだ、目頭切開。目頭切開ってさ、ここのさ、内側のジョグジョグがいっぱい見えるからやだよ。だからやだ。すごくなってた。立線感が強い。何立線感って。人間ね、整形なくても顔は変わるということがね、立証、まあ、顔変わってないか、でも根本的な顔は変わってない。ただメイクが上手くなっただけなんだよね、私も。まあね、メイクで作っていきましょう。メイクで作っていくしかないっすね。メイクで一番かけるところ、目？目かな。あんま施すところがないんだよね。もう施しできない。垢抜けた？でも人って1年で全然顔変わるよね。びっくりする、いつも。あ、全然変わるなって。大人になるというか成長するよね、めっちゃ人間って。お腹すいた。どっちを。いつも目ちっちゃいのな、今日めっちゃ目でかく見える。僕のお顔を食べよう。え、何もない。うん。あね、パスタと。あのパスタの液体はあるんだけど、それで作ろうかなと思ってる。1年前のアリちゃんの画像見て毎日かわいつ更新してるなと思ってた。やったで、このカラコンめっちゃお気に入り。多分これからずっとこれになると思う。痩せたんかな。エイトに入ってからは本当にエイト入ってた時初めて太ってたからね。そう思うとこのカラコンめっちゃ気に入った。宮脇さくらさんのやつ、今までのカラコンで一番気に入った。グレーです、これダスティーグレー。1500円で1ヶ月、1万円なの。あ、そうそう、モラクってやつだから1ヶ月つけれる、お得。落としたら終わり。気をつける。今日ちゃんとカラコン専用のね、液を買ってきました。お腹すいた。明日早起きできるかな。学校行けるかな。学校間に合うかな。不安だな。その態度がファンだな。気にしない。映画もなんちゃらこうちゃら。銀魂見なきゃ。ガラコン専用液あるよ。マジ最強。
マジ最強、マジ最強。銀魂をね見始めたのでね。え、そう、今銀魂見てるんだよ。一番目しか見てないけどね。マジ卒論頑張る。明日から居残りで8時9時くらいまでやるつもりです。でも明日はね歯医者に行かなくちゃいけないのでやれないんだ。そういやそういややれないんだ。頑張るんご。マジで頑張らなきゃ。今何時？いやーマジ卒論完成させたらさ褒めてね。あ、じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとう、たくさん見てくれて。久しぶりに配信してね楽しかった。3日ぶり2日ぶり。まあ、みんなね2日とか3日、私のことが2日か見れなくてね、私の偉大さが分かったであろう。冗談ごめん、持った、笑、ちょっと冗談言った。しかもね、なんかねやりきれなかった。嬢様やりきれなかった。あれ、それ何言おうと思ったっけ。偉大だった。じゃ道簡単の、じゃ道簡単の、じゃ道簡単の、じゃ道簡単のか、そうか。まあ今日からまた頑張っていくので、また皆さん見てください。モーちゃんになった気分を味わわせてみました。どうですか。モーちゃんになったらあんな感じです。モーちゃんになったらあんな感じ、覚えておいてください。どちらも可愛いね。こんな感じです。ペッペ言うな。いやマジ卒業第一は、あ、ほんまにそれな。ドギフトにできます。林部長がジタコさん、ハイト、ありがとうございます。ひりくんさん、とくちゃん、ありがとう。クリポンさん、かわいい、ありがとう。ライニセさん、かわいい、ありがとう。ダイちゃんさん、かわいい、ありがとう。しょうゆさん、かわいい、ありがとう。余裕のないゆうちゃんさん、 HP ちょっとなくなっちゃった、ありがとう。バンタンメンさん、ハート、ありがとう。アラジンさん、かわいい、ありがとう。クリポンさん、かわいい、ありがとう。お前のキュンデスさん、かわいい、ありがとう。ミさん、かわいい、ありがとう。ボンコさん、バラちゃん、ありがとう。 YSA73 さん、うわ、ありがとう。ライリセさん、トドイ、ありがとう。クリポンさん、いいね、ありがとう。エリックさん、クマちゃん、ブヒー、ありがとう。ウミさん、めっちゃかわいい、ありがとう。ダイちゃんさん、コバン、ありがとう。クリポンさん、いいね、ありがとう。キノジーさん、ハート、ありがとう。ライリセさん、ファイト、ありがとう。クリポンさん、ファイト、ありがとう。ライリセさん、ジージー、ありがとう。ジュンさん、ハート、ありがとう。アルジンさん、かわいい、ありがとう。林尾長寿長さん、いいね、ありがとう。クリポンさん、いいね、ありがとう。ファイナルさん、オープン、ありがとう。キリツボさん、これトンカチ、トンカチ、ありがとう。クルッセンさん、ハート、ありがとう。キノティさん、バラちゃん、ありがとう。ライリセさん、エレアフィーセンさん、ありがとう。クリポンさん、かわいい、ありがとう。ツカチさん、ありがとう、ありがとう。頑張れさん、ハート、ありがとう。ツナちゃん、 HP ちょっとなくなっちゃった人、ありがとう。林尾長寿長さん、ハート、ありがとう。頑張れさん、ハート、ありがとう。クルセンさん、 HP ちょっとなくなっちゃった人、ありがとう。ツーちゃん、 HP ちょっとなくなっちゃった人、ありがとう。頑張れさん、ハート、ありがとう。
トゥ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 、チャちゃんたくさんありがとう、クリポンさん梅の花ありがとう、クリポンさん犬ありがとう、ファイナルさんオープンありがとう、クリポンさんかっこいいありがとう、ボゴさんバラちゃんありがとう、クリポンさんかわいいといいねありがとうございます、ピナさんかわいいありがとう、ライリスさんトカチありがとう、クリポンさんかわいいとおめでとうありがとう、クリポンさんレリラフィー先生ありがとう、グレッキーさんハートありがとう、チさんハートありがとう、西野さんハートありがとう、コウさんダルマありがとう、ひでくんさんとこちゃんありがとう、林尾長寿長寿さんにゃんありがとう、お前田健二さんかっこいいありがとう、 YSA73 さんハートありがとうございます、すごいね。ということでランキングの方も読んでいきます。13位ポンゴさんありがとうございます。12位キノジアと仮に重くても好きです、ほんとかよありがとう。11位ダイちゃんとお話し会、二次元は裏切らない、お話し会来てくれるのかな、待ってるね。10位カズさんとリスさんアリタンさんありがとうございます、アリタン。9位クリポンさんありがとうございます。8位チャちゃんありがとうございます。7位ライリッシュさんありがとうございます。6位ヒデくんさんありがとうございます。5位ヒスピーナさんありがとうございます。4位ファイナルアット、2日間間が空いてエモシするところです。何エモシって、エモすぎてってこと？2位 YSA73 とおやすみなさい、おやすみありがとう。2位林尾ちょこじちょこさんありがとうございます。1位翔也さんありがとうございます。それでは皆さん、連休終わっちゃいました。明日からお仕事ですね、きっと。私も学校です。だり。シンプルにだり。ということで。おやすみなさい。頑張ろう。人間生活頑張ろう。おやすみー。